はいどうも、てにちゃんのけいだです。今回もたっちゃんカップやっていきます。お相手はこのたっちゃんカップ主催者のたつさん。たつさんとは前回も試合させていただいたんですが、今度はたっちゃんカップっていうこともあって相当気合入ってたので、なんとかね負けないように頑張っていきたいなと思っております。果たして爆裂砲は炸裂するのか、ぜひ最後までご覧いただければと思います。では試合の方どうぞ。けいだサーブから試合が始まります。ファーストポイントしっかり回り込まれたが、ケイダポイントビューティーラブ。ここはセカンドでのフリーポイント、サティラブ。いいサーブがワイドに決まっていく、ボーティーラブ。この逆クロスわずかに切れていきましたね。タツさんとの試合は回り込んだ時のフォアの精度で勝負が決まります。フォーティフィティ、これはタツさんの鋭いフォアハンド、もう一本だけ返したいですね。フォーティサーティ、ここはしっかり跳ねるスピンサーブを選択。ゲームカウント 1-0、 ケータリード。強烈なファーストサーブですね。これは返すことができない。フィフティラブ。これはお互いアウトだと思ったんですけどね。入ると思って動いていないと次の動きが遅くなってしまいます。サティラブ。このセカンド強気に叩いてきましたね。リスクを下げてあえてセンターに打ってます。サティフィフティ。これは強烈なアングルですね。コートをうまく広く使ってます。さあ追いついてサティオル。サティオルのセカンドサーブのエラーですね。これはもったいない。こういうエラーをすると相手も安心してしまいます。フォーティーサティ、いいですね。セオリー通りバックに集めてフォアハンドに振っています。フォーティオール一本勝負。ケータ得意のバックハンドガード、あそこ結構得意なんですけどね、わずかに振り遅れてしまいました。ゲームカウント 1-1。さあ来たバックレスフォアハンド、このしっかり回り込まれるという展開を避けていかなければなりません。ラビフィティ、やらせ。ネットに詰める回数っていうのも試合の鍵になってきます。フィフティオール、ケータこのバックハンドがガシャった。フィフティサーティ、ここはネットより低い位置でタッチさせる形、追いつきましたね。サテオル、回り込み狙ってますね。フォーティーサーティ、ここはケータがしっかり作っていたが、タツさんのポイント追いつかれてフォーティオール一本勝負ですね。さあここ見逃してくれないですね。ストレートにリターンエースでブレイク。ゲームカウント 1-2、 タツさんのリード。K
ケイタスライスで返そうとしてるんですが、それでも抑えきれない。ビティラブ、ここもしっかり回り込まれている。フィティオル、ここ一本返さないとタツさんが楽になってしまいます。サーティフィフティ、ここはダブルフォルトで追いついていく。サーティオル、またスライスリターンのエラーですね。ポイント的にもこれはもったいない。フォーティーサーティゲームはスライスが本当に合わなかったですね。これは修正していきたい。ゲームカウント 1-3、 蹴ったサーブ、サーブだとタツさんのバック側にしっかりとタッチさせることができてます。フィティラブ、ここもプレッシャーかけていく。アプローチのコースも良かったですね。サティラブ、タケータ3ポイント練習。フォーティーラブ、いいですね。ラブゲームキープ。タツさんからサニー、ケータも回り込むと展開作れてますね。ラフィティ、ラブサーティさあ、これはジャースタートですね。これはリード広げておきたかったところ。フィティサーティ、ファースト入んねー、マジで。今度はしっかり攻め切っていきました。さあ、ケータブレイクバックのチャンス。フィフティフォーティ、なんでこんなサーブ入んねんだ。このセカンドサーブリターンダッシュでプレッシャーをかけに行ったんですが、ちょっと合わなかったですね。いいトライだったと思います。サーティフォーティ、まだブレイクポイントですね。さあ、このゲーム2本のダブルフォルトに助けられ追いつくことができました。ゲームカウント 3-3。 さあ、タツさんの方がちょっと合わなくなってきましたかね。フィフティラブ、消えたラッキーな形でポイント練習。サーティーラブ、ポイントリードを生かしてダブルファーストですね。残念ながらこれはダブルフォルト。サーティフィフティ、1点とんでもないリターンが足元来ましたね。これはナイスリターン。追いつかれてサーティオル、このチャンスボールしっかりと角度をつけていきました。フォーティーサーティ、またもいやらしい足元。これはノーバウンドで処理しないとネット越えないですね。さあ、追いつかれてしまった。フォーティオル、さあ、ここセカンドサーブになってしまったが、あえてフォア側に打ってきましたね。なんとかキープして 4-3。近くは行ったんですが、あのコースはやっぱりちょっと怪しいですね。ラビリティ、これはナイスサーブ、しょうがないですね。フィティオル、
こはバックハンドにタッチさせようとちょっと難しいことしましたね。さてウィフティさあ連続フォアに振られた時のエラーですね。あそこをやっぱり1本返さないと相手にプレッシャーかけることはできません。フォーティフィフティリターンでしっかり押していきました。フォーティサーティうん、高く跳ねるスピンサーブ、これはケータふかしてしまった。さあゲームカウント4-4、ケータサーブうん、ここはネットイン、これはしょうがないですね。アビフィティこのダウンザラインがネットを越えない、ちょっと流れ悪いですね。ラプサティいいですね。あえてフォアを狙ってバックサイドを開けてます。1本返して50-30この深いリターン処理できない、ダブルブレイクポイントですね。50-40これも深いリターン、大事な場面でブレイクを許してしまった。ゲームカウント4-5、タツさんのサービングフォーザマッチ。ケータが絶対欲しいファーストポイントでのこのサーブ、借り入れてきますね。フィティラブさあワイドにエース、これはノーチャンス。サティラブこのサーブも入ってる。さあフォーティラブ、タツさんのトリプルマッチポイント。狙ってきますね。ちょっとね、打つと思ってました。40-50ここも強烈なファーストサブということでゲームセット、タツさんから6-4ですね。はい、タツさんありがとうございました。そうですね、スライスでの処理であったり振られた時のフォアハンドっていうところが修正しきれなかったのが今回の敗因かなと思っております。これでタツさんとは1勝1敗になってしまったので、次回ねもう一回やってちょっと白黒つけたいですね。はい、ここでケータからのお知らせです。8月11日水曜日にアナザータッチャンカップが開催されます。複数の YouTuber の方と試合ができるチャンスになってますので、ぜひご参加ください。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。